昨日水につけた細ネギ、もう新芽が、新芽というかなんか伸び始めてますね。おはようございます。8月31日、まあ、おはようございますと言ってももう、3時前なんですけれども、今日はですね、このところかなりハマっているこれですね、メスティン、メスティンで3時のおやつを作りたいと思います。で、作るのがね、これですね、ポップコーン。もうね、2回ほど作ってまして、でこれが100均で買ってきたポップコーンなんですけれども、内容量がね 220g あります。で、だいたいね、1回使うのが 20g から 25g ぐらいなので、まあ、10回弱ぐらい楽しめるんですね。100円で10回ぐらい楽しめるっていうのもなかなかいいですよね。で、1回目2回目とも塩味をね、一番シンプルな塩味を試しましたので、今回はですね、バター、これをやってみたいと思います。でね、本当に昔に買ったガスボンベがまだちょっとだけ残ってるんですね。これをもう早く使い切りたくて、昨日もやったのに急遽またメスティンでポップコーンを作りますけれども、いやー、メスティン楽しいですね。昨日自動炊飯の動画を撮ったんですが、本当にね、固形燃料に火をつけてほったらかしているだけでできてしまうんですよね。まあ、下ごしらえは必要なんですけれども、下ごしらえといっても昨日作ったのは、サバの味噌煮を、サバの味噌煮を乗せただけなんですが、はい、ね、今日はこの岩谷プリウスのガスコンロを使います。はい、もうバターちょっとだけ入れました。これぐらいで十分だと思います。で、蓋をします。弾け出しましたね。これが楽しいですよね。微妙にね、この蓋がね、こう動くんですよ、弾けるとともにね。ちょっと蓋が飛びそうで怖いんですが、このね、トランギアのメスティンって蓋が非常にきついんですよね。開け閉めが難しいぐらいきつくて、それでこの口の部分ですね、これをヤスリで削ったりするんですけども、ある程度ね、最初面取りはやったんですよ。面取りじゃなくて、バリ取りをやったんですけれども、まあまあきつかったんですよね、バリ取りしてもね。だけど2回使ったらなんか急にスカスカになっちゃいました。やばいやばい、浮いてきた、やばいやばい。あ、めっちゃいい匂い。これ止まったかなと思って開けた瞬間弾けたら嫌ですよね。でも弾けないままで、そのままで焦げてしまったトウモロコシの塊もまた美味しいんですよね、あれ。止まったかな？もういいかな？よし。はい、火を消しました。はい、じゃあ開けますよ。おお、あ、いい感じ。今日はですね、贅沢に沖縄の雪塩を振りかけたいと思います。まあ、塩バターで今日は炒めたので、あんまり塩はかけなくていいと思うんですが、で、もう一遍蓋をして、
これで完成です。あまり混ざってない。はい、ということで、今回はですね、おやつちょっと白飛びするな。メスティンでね、ポップコーン、今回は塩バター味ですね。もう本当にお気軽で、でね、量がねまたいいんですよ。一人分で、あ、ちょっともう満足だなっていうぐらいの量ができるんでね、本当に数分でできますので、これ超おすすめです。ただね、このメスティンがね、今本当にどこ行ってもないんですね。まあそのうち在庫は復活すると思いますけども、さあこのポップコーンを食べながらちょっとだけお話したいと思いますが、久しぶりの Vlog になります。先週ですね、月火水と、速度制限のペナルティーを食らっていまして、上りが1メガも出ないという状況になっていました。でその間ですね、まあ、Vlog は撮っていて、月火水と撮っていて、で木曜日に Vlog3 本まとめて、それとあともう1本、おかげさまでチャンネル登録者数が500人達成いたしましたので、そのね記念動画も上げさせていただいたんですけれども、だから4本ですね、木曜日に4本まとめて上げたんですが、これがなんとね4本で 90GB ぐらい上がっていたんですよ。なので3日で 150GB の縛りですよね。3日で 150GB の縛りアップロードがね。で、木曜日にそれだけ上げたので、金曜日はお休みにして、何も一切動画を上げず、で、土曜日の夜に YouTube ライブ配信をやっているので、それ用に、多分1時間でどれぐらい使うんですかね、はっきりわからないですけれども、10Mbps から15Mbps ぐらいの速度で送ってると思うんですよ。なので、1時間やれば30ギガぐらいは使ってるのかなと計算して、で余裕を持って土曜日も、YouTube ライブ以外もう動画を上げないということでやって、これで木金土の3日間で多分150ギガバイトを超えないだろうと。で日曜日になりました。日曜日からね Vlog スタートしようかなと思ったんですが、ちょっとねなんか取れ高がほとんどなかったので、でそれと、お昼にね、メスティンのサバの味噌煮缶を使った炊き込みご飯、これを撮影して、で夜までに編集してアップロードしていたので、まあ、Vlog 作る暇がなかったんですね。でいろいろとそのアップロードのギガ数をやりくりしながら今から、継続していくんですけれども、一つですね気がついたグルドンの方からご指摘いただいたんですけども、ちょっと僕の動画はねデータ量が多すぎるみたいだと。で、僕はいつも1080の、60フレームで撮ってたんですけども、60フレームはあんまり意味ないなと思って、昨日のメスティン料理に関しては1080の30フレームで撮ったら一体どれぐらいのデータ量になるんだろうと思って、それも試すために、撮っていました。でもう単純計算で60フレームで撮っていたものを30フレームにすればデータ半分になるはずなので、最後ね書き出ししてみて、でデータ量チェックしたんですけれども、12分弱ぐらいの動画で12ギガぐらい、13ギガ弱ぐらいで、今まで僕は10分ぐらいの動画で24、5ギガ使ってたので、まあ予想通り半分ぐらいになりましたね。でまあ、ものによってはですね 4K で撮影したい時もありますし、そんなに解像度は必要ないものもありますし、これ使い分けていこうかなというふうに思っています。という感じでこれから先ですね、のらりくらりと3日で 150GB 以内っていうのを計算しつつ Vlog やっていこうかなと思います。でそれとですね、先週末にこういうものを買いました。ありますか。これお子さんが髪の毛を留めるための輪ゴムですね。ちっちゃいものです。直径3センチかな。はい、カズチャンネルのカズさんと、ドリキンさんの対談の中でカズさんがこれいいですって言ってたのがこの輪ゴムなんですね。これと同じものでは多分ないと思うんですけれども、これぐらいのサイズのもの で何がいいかっていうとこれですよ。
コード類を束ねる、これにぴったりだっていうんですね。で使ってみたらね、なるほど本当にそうです、これ本当にいいですよ。でこれ買ってきたのが100均です。僕が買ったものは、10個で100円ですね。10個入りのものを買ってきたんですが、これむちゃくちゃいいですね。ちょっとこれから僕ケーブル類を束ねるもの全部、この紙留めの輪ゴムにしたいと思います、というようなことを喋って、今日は終わりにしようかなと思いますね。ポップコーン食べながら、この後また休憩終わったら仕事に戻りたいと思います。それではまた。